はい、皆さんこんにちは、岩木健一です。さて、オリンピック始まりましたね。先日日本対アメリカの試合見たんですけれども、そこでやっぱすごいなと思って、少しでもこう水球してる人とか、まあ、水球見たことない人がこう楽しめるようにと思って、このアメリカ戦を少し解説をしてみましたので、話をしていきたいと思います。5つありますので順に解説をしていきたいと思います。1つ目がパスラインディフェンスの進化がすごいなというところで、いやーこれちょっと、まあ後で解説しますね。で、二つ目が圧倒的な運動量ということで、すごい運動量でやってましたね。これ本当に水球かっていうぐらいな感じでした。で、三つ目が、こう相手をかわすシュートがすごいというところで、シュートについて。で、四つ目もシュートについてなんですけど、ミドルレンジ、中間の距離、まあ、近くもなく遠くもなくというところで、ミドルレンジからの得点力っていうのがものすごいアップしてるなという印象でした。で、五つ目、最後が、世界相手に 1-0、 もう本当に完全ノーマークを作って、得点をするという速攻がありましたので、いやもうこれ本当にびっくりしましたね。そしたらもう少し深掘りをしていきたいなというふうに思うんですけれども、日本代表のここがすごいというところで、パスラインディフェンスの進化っていうことで、2016年のリオオリンピック大会が4年前にあったんですけれども、もう5年前になるか。でその時に、水球日本代表の男子ではパスラインディフェンスということで、ちょっと独特なジャパンプレスと呼ばれるような形のディフェンスをしておりました。で、その時は常にこのパスラインディフェンスということで、結構ワンパターンで、まあ、オフェンスがすごいガーッと広がってしまうことで、そもそもフローターに中にゴール前にボールが入った時にディフェンスが間に合わないっていうことがやっぱあったんですよね。でも今回はそのパスラインディフェンスがすごい進化をしてて、でそれは何かっていうと、こうハンドアップディフェンスっていうのも織り交ぜていて、これが昔の日本も取り入れてたんですけれども、僕が現役をしてる時なんかもハンドアップディフェンスやってたこともあるんですけど、いやこれがまたすごいんですよね。だって身長差を考えたら2メートル対、まあ、僕175センチですけど、この時点で25センチの差があって、しかもね、2メーター級の選手だったら手も長いんで、身長プラス手の長さっていうので本当に30センチから50センチぐらい違うんじゃないかなと思いますね。僕が全力で手を伸ばしたのと、相手の、まあ、ハンガリーの選手とか、まあ、イタリアの選手とか、でそういった海外のヨーロッパの選手が思いっきり高いところから打ってくるのとだったら、やっぱ50センチぐらいあると思うんですよね。でそれをこうハンドアップで守ってるっていうのがまた本当にすごいなと思って、でアメリカ戦では10本以上ミドルシュートを止めてるんですよね。ハンドアップが止めてたりとか、ゴールキーパーが止めたりとかで、この理由なんだろうなと思って僕も考えてたんですよね。そしたら見逃しとかで、こう五輪 .jp とかなんか TVer とかでいろいろやってるみたいなんで見直してほしいなと思うんですけど、シュートを守れてる時っていうのは必ず、ゴールの中に4人以上のハンドアップがいる状況があって、ハンドアップディフェンスの時にですね。で、しかもちゃんと重なってない。つまりどういうことかっていうと、どこを守るかっていうのが役割分担されてるわけですよね。で、これがすごいなと思って、あんだけ必死こいて動いてる中で、さらに役割分担までできてる。で、唯一打てそうなコースが1個だけあるんですよ。でもその先にはゴールキーパーの田村選手が、まあ、待ち構えていて、シュート止めると。いうところで、もう本当にこう洗練されたハンドアップディフェンスだったなと。ただ自分が守るコースをただ手を上げるだけじゃなくて、4人、いやゴールキーパー含めて5人とかがこう自分がどこ守るかっていうのをもう完璧に把握をしてる。しかもハンドアップからしたらゴールなんか後ろじゃないですか。それがすごいなと思って、でかなり練習したと思うんですよね。で、まあアメリカ戦、まあちょっとね、前の大会とかでね、相手をするっていうか、一緒にね、戦ったことがあるのかもしれないですけど、こうね、初見の相手、まあ相手も対策を必ず立ててきてると思うので、その初見初めてやったタイミングで、ね、そのディフェンスをするっていうのが、その日本代表の、こう、やっぱレベチなところかなっていうふうに思いますね。で、次に二つ目が圧倒的な運動量っていうことで、新型のね、このパスラインディフェンスをこの可能にしてるのがもう本当に圧倒的な運動量なんじゃないかなと思ってます。まあこれは、まあ、代表選手たちも言ってると思うんですけど、もう僕たちはかなり追い込んできましたって、言ってたんで、
で、ハンドアップディフェンスね、こう手を挙げてシュートを守るディフェンスなんですけど、この利点っていうのは、まあ、ディフェンス側からしたら結構楽なんですよね、ある意味。だって、相手のシューターとゴールの間に自分が入って手を挙げて守るっていうわけなんで、こう泳いでついていくとか、相手がこうもりもり力を使ってくるのを自分もパワーを使ってこうゴリ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 やっていくっていうわけじゃないんで、まあ、ある意味ね、あの経験とそれから知識があると、まあ、楽なディフェンスだと思うんですけど、でも日本代表は最初の2人ぐらい、1回目あのハーフから始まってパスが出て、1人2人と最初はパスラインディフェンスをしてあれしてるんですよね、時間を奪ってるんですよね。でそこから全力で戻ってきてハンドアップディフェンスに参加してるんで、いやね、その結果相手は高い位置からのシュートになって、だって遠いところに戻して時間を使ってそのディフェンスがガーッと戻ってきたら、自分はね2人疲れてるから上に返すじゃないですか。そしたらやっぱハーフ近いところからのシュートになって、それはかなり、ね、防御率を上げることに成功してるんじゃないかなと思うんですよね。いやでもまず5秒から10秒ね、1人目2人目の人は時間を奪ってさらに帰ってきて、でその後ね、水球の日本代表の持ち味っていうのは速攻なんで、また全力で相手コートまで泳がないといけないということで、どんだけ泳いでるんだっていう感じですよね。いやとにかくこの新型のパスラインディフェンスは今までのディフェンスより圧倒的な運動量が必要なディフェンスになってますね。これ本当にすごい、それを1試合通してやってるっていうのがね、本当にすごいな、尊敬に値する努力だと思いますね。で3つ目が相手をかわすシュートっていうことで、とにかくこの水球日本代表のシュートのタイミング、これを上手に相手のね取ってるタイミングから外して、今打つのみたいなタイミングで打つのが本当にうまいなと思ってて、で普通のこうスロー、例えばこうボールを、まあ、こういうスロー軌道があったとするじゃないですか。そのボールを一つ内側からとか一つ外側から打つみたいな感じで、打ってるのがものすごい上手で、でそれも、全力投球からしたらまあ 80% から 90% でほぼ全力スローのスピードと変わらない状況で、相手をかわしてるもんだから、相手ディフェンスからしたら本当だったらここにね軌道に対してハンドアップ上げてるんですけれども、そのボール1個外とか内側から打たれてるもんだから、あれなんで俺ハンドアップ抜かれたのかな、もうこれキーパーコースかなみたいな感じでね、ディフェンス思うだろうし、ゴールキーパーからしたらなんでお前ハンドアップ簡単に抜かれてるんだよっていう感じで、だからキーパーわーっと怒ったりしてましたけど、それはねディフェンスからしてもはーって感じだし、キーパーからしてもはーって感じだし、それをね日本の選手たちはかなり速いスピードでそのボール一つ分、手一つ分の角度をつけて、軌道をずらしてやってるっていうところは本当にすごいです。で4つ目、またシュートになりますけど、ミドルレンジからの得点力がものすごい上がってるっていうところで、こう相手をかわすねシュートがうまいっていう話をさっきしたと思うんですけど、やっぱそれが今まで以上にこうミドルレンジ、中間距離でシュートが決まっているっていう印象があって、やっぱシュートっていうのは思い切ってシュートを打つったら大体入るもんなんですよね。キーパーもこのタイミングで打つのかっていうのがやっぱね、キーパーも常にずっとゴールに対してこうボールがいつ来ても大丈夫なように構えれてるわけじゃないんで、ボールがさっと移動した瞬間にパッと打ってしまうとかってすると、意外とキーパー反応できなかったりするんですけど、でもやっぱ世界が相手になると、まあ、僕自身もそうだったんですけど、いやこれ絶対入らんやろって、だってゴールキーパーなんか2メーター切ってる人ほとんどいないんで、両手広げたらほぼゴール埋まってますみたいな状況なんですよね。でやっぱこんだけで反射神経もいいし、絶対入らんやろと思って、まあ、ビビりながら打ったりとか、まあ、弱気になって打たなかったりとかっていうことで、なかなかねこのミドルレンジからのシュート自体がやっぱり今までの日本少なかったと思うんですよね。でもそれがやっぱね相手をかわすシュートがすごい得点がね入ったっていうところもあって、結構スパスパこうシュート打ってるイメージがあって、しかもねしっかり決まってるしすごいなと思って、でまあそういった意味でもね20歳そこそこの稲葉選手っていう選手がね10番をかぶっていますけれども、いや世界相手に5メートルシュート打ったりとかペナルティシュート打ったりとかって本当にねえぐいメンタルだなと思いますね。だって想像してみてほしいんですけど、どんな感じかな、
これペットボトルの水ですけど、こんな感じなんですよ、シュート打つとき。自分よりも、こうなんか圧倒的にでかい壁があって、縦にもこうでかいし、横も、ね、肩幅もすごい広いし、そういった選手相手に、その選手を抜きながら、ね、ゴールキーパーをかわしてシュートを打とうとする、ね、そのメンタリティ本当にすごいし、それでシュートも決めてるし、なんなんでしょうね、これ本当に。いや、本当に天才だなと思いますね。はい、最後なんですけれども、世界相手に1-0、1対0を繰り広げる速攻。これ点数のことじゃなくて、人数のことで、攻撃が1人。で、それにディフェンスがもう間に合わないっていう状況ですね。これって、第3クォーターに確かあったと思うんですけど、ね、相手を置き去りにして、1人ノーマークの状況で爆破するというような状況なんですけど、これって基本的に、もう圧倒的な力差があるチーム同士がね、やってる時じゃないと、出ないんですよね。それなんでかって言ったら、もう、こいつシュート打たないだろみたいな、もうこいつほっとっても大丈夫やろみたいな感じで、もう、言ったらヘボいオフェンスから出すカウンターの形であって、世界戦で出せるもんじゃないですね、あれは基本的に。だから、あれ見てる、ハンガリーとかスペインとか、ギリシャ、ハンガリーとイタリアか、とギリシャが、あと南アフリカやったかな、次のね、相手にいると思うんですけれども、いやもう世界各国度肝をね抜かされたワンプレーだったんじゃないかなと思いますね。だってあれ防ぐにはシュート打たないでもう戻るしかないじゃないですか、誰かが。でそうなった時にやっぱシュートを捨てるとか攻撃を捨てるってなると、もっともっとね日本に有利になってくると思うんですよね、うん。まあ、もしくは打ってもう確実にバゴンって100発100中で決めるかしかないですよね。でもさっきねハンドアップのディフェンスのところで4人が待ち構えてて、さらにゴールキーパーのね、田村選手もね待ち構えてるっていうところで、だから相手プレイヤーからしたら、まず最初のね15秒ぐらいはパスラインディフェンスで時間を奪われて、でシュート打とうと思ってもハンドアップにシュートコース奪われて、でさらにシュート間際にねもうカウンターダーンっていかれちゃうから、いやディフェンスどうしよう、でもシュート打ってどうしようってね、考えながらシュート打たなきゃいけない。そりゃね、シュート外しますよね。やっぱそれを意図的に演出してる、作り出してる日本代表のこの、ね、水球っていうのは本当にもうね、若者言葉であれかもしれないけど、もうえぐいなと思って。で、死の思いでやっぱトレーニングしてきてると思うし、やっぱその集大成が1-0 に、ね、詰まってると思いますよね。やっぱ、守るためにはって言ったら、やっぱディフェンス一生懸命やったら、やっぱカウンター出せなくなるんですよね。僕も泳ぎが得意でカウンター主体のチームでやってたし、日本代表でやってた時も、もうとにかく泳いでカウンター出すしかないと思ってたんで、もう力で勝てないからですね。そう思ってやってたけど、やっぱ1-0作ったことやっぱ一回もないし、そんなシーンね、自分が現役選手でやってる時もそうだし、今まで1-0で点数取ったってなかなかないんじゃないかな、本当に。それをこのオリンピックの初戦の舞台で出すっていうのはやっぱ本当にすごいな。うん。あれ感動シーンでしたね。まあそこでね、やっぱ勝てれば一番かっこよかったんでしょうけど、まあそこはやっぱ勝負の世界、ある意味残酷なんで、うん。やっぱね、選手たち本人のインタビューでも言ってましたけど、やっぱ最後に疲れが出てミスが増えてしまったっていうところで、やっぱね、でもそれを恐れず戦ってたから、ね、途中まで、勝ち越してすごいいい感じで戦えてたと思うんで、やっぱ次の体育、ね、次の試合に本当に期待だなというふうに思ってます。で次にね戦うハンガリー戦なんですけど、まあ、日本もそうだしハンガリーもどんな、ね、作戦を立ってやっていくのかなというふうに思いますね。なので、次の試合は7月の27日、18時20分、夕方の6時20分から試合開始ですので、まあ、どっかに概要欄にリンク貼っておくので、ぜひみんなで、テレビもしくはね、ネット、携帯とかパソコンで、ぜひ応援していきたいなというふうに思ってます。そしたら、また、ね、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。